では続いての方どうぞ。はい、どうぞ。ようこそ。失礼します。ようこそお越しくださいました。こんなに本格的。はい、すごいですね。お邪魔します。よろしくお願いします。はい、どうぞおかけください。ねさん占えるんですね。ねさんがね。はい、そうなんです。隠れた特技で家でこっそり占ってて、はい、あのなぜかスタッフさんが知ってて、はい、あの誰も占ったことないみたいな。さんやりませんどうですよ言われて、で万劇から急に、はい、人生で初めて占った他人が、はいはい、情報が気配消してね、あケントの気配にしないといけないからね。もう何人かやってますからね。はい、すごい、めちゃめちゃ楽しみです。ケントはねちょこちょこ一緒にライブやってそうですね、はいはい、うん、お悩みの方はそうですね、うん、やっぱりこの時期なので、はい、R1 グランプリがもうすぐ始まるということで、僕はちょっとどんな感じなのかなっていう、うんうん、はい、今年はいい感じかっていうのをちょっと見てもらいたいですね。うん、そうだね、どんな感じか、はい、ちょっとそれじゃあカードに引いてみましょう。すごい、はい、はーい。そんなつけてましたっけ、そんなおしゃれな。これ、はい、あこれな、大喜利するときにつけてんの。タロットも大喜利やからな。楽しみ。ケンこれ、はい、こっちがいい、周り。周りはこっちで、あ、これでいい、はい、これ今現在でいい。今現在でいい。そうそう、でもな、はい、こっちってあかんねんって、うん、こっちって。あ、なんでいけんかな、僕にかまして。ほら、蝶もそうやからね。あれさ、毎日ごめん。で、これちょっとね、こう置いた順番とは違う順番で、1、2、3ってカードつけてみてください。はい、うん、1、うん、2、3ですかね、はい、はい、1、2、3。今までどんな感じだったかと、うん、はい、現在の様子と、はい、うん、これからどうなるか、はい、みたいな感じで、ちょっと一回3枚出すね。はい、はい、ほう、ほう、おーい、はい、おーマジか、うん、これね、うん、あの勢いがある棒がいっぱい飛んでるやんか、うん、ハンコンの棒が飛んでる、こう、うん、勢いに乗って、はい、あの飛んでるっていうこと、はい、いい感じに突き進めてきた、うん、うん、おお、どこまでが一番、今のところは準決勝、準決勝やんな、はい、おーおーおお、現在の状況も、はい、割と落ち着いてるっていうかね、今は、はい、もしやいいネタを持っているか、世界観が今完成しているよ。おー、今持ってるな、はい、うんうん、やりたいのは決まってます。決まってるよね、はい、うん、これはだいぶケント深いの世界が完成しておるぞ。うん、ちょっと自信あり。そうですね、ちょっと、うん、まあ、まだ練らなくちゃいけないですけども、うんうんうん、楽しみではありますね。うん、ちょっと、ちょっとみんないいな、はい、あ、いや、ちょっとやばいの、あ、やばい出た、いや、うん、うわちょっと絶対やばいのが2個ちょっと待ってくれ。なんでもこれでもね、はい、あの目隠ししてこうやってるやんか、はい、あの考えてるね、うん、その悪いっていうより、うん、考えているっていう、まあ、探してる感じですかね、うんうん、はい、うん、でこれはあのめっちゃくさくさ刺さってるけど、はい、あのハリキューをするといいわ。ハリキューをすればいいんですよ、これ。ハリキューのサインこれ。これはまあ R1 として呼んだ時に、はい、気負いすぎも気をつけなはれよな。うん、うん、そう、確かにな、うん、はい、ちょっと待って、もう一回引いていいですか、うん、はい、ちょっと私に見やすいようにして、うん、はい、我々あまり制御取らない鏡雄二先生であるので、鏡雄二先生スタイルで、スタイルがちょっと存じ上げないですけど、自信はあるが、はい、ちょっと中身なんか詰め方で迷ってるか、うん、っていう、あ、まあ、何をつけたらいいですか、そうですね、何をつけたらいい、ちょっと聞こうか、はい、うん、何を気をつけたらいいですか、うん、ほい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 、はい、これね、はい、なんかペンタクルの4って言うんだけど、はい、ちょっとこうガッて抱え込んでる、抱え、はい、でこれはあの、うん、もまあ大体なんか持ちきれへんぐらい、はい、ちょっと時間に入らへんかもしれん、うん、ああでもそれはありましたね、はい、でもちょっと詰め込んでる感はありますね、詰め込んでる感が、はい、2分3分4分で増えていく、2分の次はもう3分です、ずっと、ああ、はい、ずっと3分、はい、ほえー、冷たいな、
冷たいな冷たい冷たいな、うん、冷たい、うん、ボケ数さ、はい、うん、そんなん入れんでいいわ、うん、わちゃわちゃするから、はい、減らしっていう感じで出てるあ、じゃあ減らします、うん、うん、その方がグッと自信を持って移動めるわ、はい、うん、時間配分の中に笑いマッチも入れたらいいわ、あー、了解しました、うんうん、デカフリップでいく、デカフリップでいく、デカ、あ、いやー、もう3枚のやつでいきます、デカフリップ3枚ネタやんな、はい、せーの、デカフリップ、デカタロットアドバイスを3枚出す、はい、あ、嬉しい、わ、お、あ、また戦車や、あ、一緒、一緒やね、うん、一緒、戦車、うん、うん、はい、はい、ということで、はい、ちょっと心配なのはパクられに気をつけて、あ、え、ネタをパクられ、ネタパクられ、大きなところで、うん、ライバル見られてるところがあんま食べそう、あー、確かに、うん、へー、うん、うん、うん、時間配分に余裕を、はい、そう思って入れて、心に余裕があるぐらいの、うん、うん、その動きとかさ、はい、やっぱ必要やんか、あの、はい、うん、焦らんですむぐらいの方が自分らしくいけると、はい、うんうんうん、いうことやな、そうだね、了解しました、はい、ありがとうございます、うん、ではもう一本、はい、もう一本いいですか、悩み事をございました、はい、はい、なのでですね、うん、僕の友達で、うん、マイリカと坂本くんがいるんですけど、うん、なぜか分かんないですよ、急にヒゲ脱毛に行き出したんです、うん、それ僕正しいか分かんなくて、うん、今後ヒゲ脱毛にした方がいいかちょっと占ってもらいたいです。やっぱ、あ、違います。坂本さん。坂本が、ひげが結構ちゃんポイントだったはずなんですけど。ちゃんポイント。あのひげを、はい、ちょっと格好つけて脱毛してるんで、うん、今、うん、ちょっとそれが正しいのかっていうのを、うん。坂本のひげは、はい、いるかいらないか。いるかいらないか、はい。正しいのか正しくないのか。そんなの分かるんですかね。ちょっとカード引いてみましょう。あ、お願いします。うん、坂本のひげそうか。はい。ヒゲとかの前にっていうね、はい、やることはいっぱいあるんですけどね、まあ、見た目大事やけどね、まあ、そうですね、どうやって出そうかな、じゃあ1枚引きで聞いて、はい、1枚引きでも、はい、では坂本のヒゲ、はい、どうだ、うわ、うん、ね、はい、これはね、ソード、はい、ソードの、はい、ソードのワンっていうことで、はい、だから、いいんちゃう、いや、ヒゲ剃りたい、剃りたい、剃りたい坂本はやっぱり剃りたい気持ちが出てます、剃りたい、いっぱいです、剃りたい、やっぱり、あ、じゃあいいんですね、いい、カードにも、はい、背中押されてる感じで、うん、そうやな、あ、よかった検討会は僕もでも脱毛行って、あ、じゃあ僕もいいんですか、そう、僕も顔脱毛行ってるんですけど、僕ちょっと気深すぎるじゃないですか、で、た僕の顔はこれは本当にいらないかもしれないんですけど、まだ一応撮ってるんです、これいるかいらないかちょっと見てもらっていいですか、腕毛はいるかいらない、はい、坂本はいる、あの、ない、行ってよかったってことですよね、はい、はい、ね、うん、早しとき、めっちゃ剃ったら後悔するわめっちゃ後悔してる、本当だ、じゃあそうなければよかった、じゃあ坂本は剃ってよし、僕は剃っちゃダメ、いいよ、あ、了解、もうだいぶ違うかこんなに落ち込みますわかりました、これは剃らないです、はい、芸人やってる間も剃らないです、うん、もうありがとうございます、うん、ほんならちょっとエネルギー、エネルギー、はい、エネルギーな、うん、はい、名前なんて言うんでしょう、ね、エネルギーは、エネルギーはエネルギーです、はい、しきりにセルフエネルギー別に俺はエネルギーで、はい、作家さんがおかしいだけですね、そうそう、あ、ちょっと出た、はい、お、死神、え、お、やばいや、ね、はい、やばくない、やばくない、本当ですか、うん、再生とか復活っていう意味があるからね、うん、死神には、はい、うん、だから生まれ変わる、うん、ケントは生まれ変わります、今から、あれ、いい風に捉えれるという、うん、我々が死神のこと好きなんで、大丈夫です、あ、よかった、うん、そう、死神っていい神様なよ、うん、だからケントのエネルギーは、生まれ変わります、うん、はい、はい、ということなんです、あ、ありがとうございます、はい、あ、でも嬉しいですよ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、さあお越しください、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい